ミスターガンの助です。はい、今日は何の話をしようかなと思ったんですけども、 FMW の若手のお仕事のお話をしてみたいと思います。はい、まあね、選手の仕事としては、まあ、試合をすることですね。あとはもう練習、道場での練習、試合前の練習ですね。これはまあ当然としてですね、それ以外にもまあいくつかありまして、与えられる仕事としてはですね、ちゃんこ番ですね、一つは。うん、道場の上の寮に住んでましたんで、当番制でちゃんこ番っていうのがあって、材料の買い出しから、ちゃんこを作ってね、先輩たちに食べてもらうと。はい、でこのちゃんこなんですけど、ちゃんこ番、自分とハヤブサが入る前はなんか相当まずかったらしくてFMW のちゃんこが。で当時種類としては味噌と醤油とキムチかなぐらいしかなかったらしいんですよ。うん、で自分とハヤブサが入ってから、まあ、カレーちゃんことかで、あと自分がなんだっけ、ケチャップちゃんこっていうね、これがね聞いたらまずそうでしょ、意外とっていうか結構うまいんですよ。ケチャップちゃんこっていうのはこれ作り方簡単なんでね、まあいずれ教えますけど、これ美味しいんでちょっと試してみてください。でこれね、今思い出しましたけど、後藤さんがお店やってたんですよ、浅草で。浅草ファイトクラブなんだっけ、なんか忘れましたけど、そこのちゃんこのメニューにケチャップちゃんこありましたからね。うん、俺が考えたメニューなんですけどね、なんか自分、後藤さんが考えたっつってなんか出してたらしいんですけど、私ですからケチャップちゃんこ考案者は。で当時は入ったばっかりの頃はもう FMW も貧乏でね、みんなお金なかったんですよ。でバイトね、僕らはフランスベッドのバイト行ってたんですけど、仕事行く前にそれぞれこうテーブルの上に500円玉をポーンって置いていくんですよ。でまあ何人いたのかな、6、7人いたのかな、選手が、若手が。でそれをちゃんこ番の人が500円玉をさーって集めて、夕方から練習だったんでね、当時は練習前にちゃんこ買い出しに行って、練習終わったらちゃんこ作ってっていう、そういうのやってましたね。あとはですね、救急箱係ってもありましたね。これはまあもう大きい救急箱にもうそれぞれなんだ、湿布とか消毒薬とか包帯とか、そういうのをちゃんと買い揃えておかなきゃいけないんですよね。だから中に入ってないとね、控え室で使えませんから、めちゃくちゃ怒られますからね。だからもうシリーズ中もなくなったら補充したりしなきゃいけないんですよね。で当時大仁田さんがね、ちょうどねマキロンの CM 出てたんですよ。だからね、道場にね、もうマキロンの入った段ボールがいっぱいありましたから、マキロンは買わなくてよかったんですよ。あとはもう薬局行ってね、毎回買わなきゃいけないんですけど、でも後藤さんがねマキロン使わないんですよ。もうこだわりが強いんでね、後藤さんはねイソジン派でねマキロン持ってたら怒られますからね。
あとはね、タクシー係っていうのもありましてね、うん、タクシー係って何って思うんでしょ。これ結構重要でね、あの当時やっぱり地方巡業多かったんで、シリーズの試合数がめちゃくちゃ多かったんですよ。でほぼ田舎を回るんですけど、 2,3 週間ありましたからね、シリーズが。でタクシー係、お前今日タクシー係なって言われると、あの試合が終わったら選手がタクシーで帰っちゃうんですよ。上の選手ですよ。下の選手はね、最後リング片付けてバスで帰るんですけど、上の選手はもうあのコスチュームの格好のままタクシーで帰っちゃうんですよ、セミメインの選手は。でその選手の試合が終わるタイミングで、会場の前にタクシーを呼んどかなきゃいけないんですよ、空車をね。でこれがもうすぐ捕まるとこもありますけど、結構ねタクシー、あのタクシー会社に電話しても、今タクシーありませんって言われたらもう顔真っ青になりますからね。もう顔面蒼白ですよ。だってなかったらめちゃくちゃ怒られますからね。でも死んでもタクシーを用意しなきゃいけないんですよ。何台も選手が、ね、外人も帰るし、お兄さんも帰るし、それは結構大変でしたね。だからそこの地元がその日お祭りとかもうタクシーいないんですよ。一台もいないですからね。まあ大変でしたよ。金曜日とか土曜日とかね、タクシーがなかなか、何件会社に電話しても捕まんないとかね。だからもう10円玉をいっぱい用意してね、こう公衆電話で入れながら、すいません何々体育館に何台お願いしますっつうのをねやってましたね。これもだから今のインディーとかじゃありえない話ですけどね。昔のまあ全日本とか新日本はタクシー係あったみたいですけどね。 FMW もタクシー係ってありました。あと一番これ大きい若手の仕事なんだと思うんですけどね、付き人制度っていうのがねありまして、今はあるんですかね、今の新日本とか全日本あるのかな、知らないですけど、当時のね FMW で付き人つけてたのは大仁田さんと後藤さんだけですね。それ以外の選手でつけてる人は一人もいないです、はい、だからはやぶさとか俺とか付き人つけたことないんで、その二人だけですね、 FMW の時に付き人制度があって付き人がついてたっていうのが。でポーゴさんがウィングの時三宅さんがついてたのかなぐらいで、で、僕が入った時の付き人が大仁田さんに市原さんがついてて、後藤さんは新山さんがついてたんですよね、あのシューターので。俺らがデビュー入って1年ぐらいしてですかね、付き人が交代っていう話になりまして、で大仁田さんにあのはやぶさが江崎がついて、俺が後藤さんについたんですよ。で俺3年弱ぐらいついたのかな。でもですね、あのはやぶさは大仁田さんの付き人2ヶ月でクビになっちゃったんですよ。2ヶ月ですよね。俺からしたらもう2ヶ月で解放されて自由の身なわけですよね、あいつは。でいいなーつって思いましたけど、そのねクビになった理由っていうのがまたですね、 笑えましてね。笑えないか。あの地方の巡業に行くともう接待が必ずと言っていいほどほぼ接待があったんですよ、試合後に。でまあ飲み行くわけですよね。で付き人はついていくわけじゃないですか。でまあスナックとかに行くとあのお姉ちゃんたちがいっぱいいるじゃないですか。そこで大仁田さんの横に江崎がいるわけですよ、はやぶさがね。そしたらまあ当時
香取慎吾に似てるって言われてましたから、イケメンですよね。ソフトバンクの工藤監督にも似てますけどね。でもお姉ちゃんたちは大仁田さんを差し置いて江崎に目がいっちゃうわけですよ。どうしてもやっぱり若くてイケメンですからね、大仁田さんがいるにもかかわらずもう目が付き人の方に行っちゃうわけですよ。だから大仁田さん面白くないじゃないですか。でそれが理由で江崎クビってなりましてね、はい、でその後中川浩二がついたのかな、で後藤さんの付き人は結構大変でしたね。やっぱりこだわりもやっぱ強いし、あともうめちゃくちゃ綺麗好きなんですよこれは。で汗かいたらタオル使うでしょ。自分なんかはもう一日同じタオルで拭いて終わりなんですけど、後藤さんは一回使用したらもうそれ使わないんですよ。だから一回使ったらそれ捨てるっていうか次のを出さなきゃいけないんですよね。だ気づいたらもう1日10枚ぐらい使うんですよ。でそれプラス、まあ、私服のね下着から私服でコスチュームを入れたら1日でゴミ袋いっぱいの洗濯物が出るんですよ。で付き人はそれ洗濯しなきゃいけないん で洗濯して次の日の試合前にもう控室のテーブルの上に全部並べなきゃいけないんですよ。乾いたコスチュームだとかタオルとかね。で当時はもう30年近く前ですよ、俺が付き人やってたの。田舎のホテルとか旅館行ってどこにでもねコインランドリーがある時代じゃないですから。コインランドリーがあればねぶっこんどけばぶっこんで乾燥させればいいんですけど、ないところが結構あったんですよ当時。そのゴミ袋いっぱいの洗濯物をですね、もうコインランドリーがない時はもう風呂場で洗濯するわけですよ。風呂場の浴槽にもうそれ入れ、あの洗濯物ぶちまけて、あの洗剤入れて足で踏んで、ね、で手で絞って、それを乾かさなきゃいけないんですよ次の日のもうホテル出るまでに。よくやってましたよ。無理ですよはっきり言って、量が半端ないですから。でね乾かすのが大変でね、でもうずっとやってるんでだんだん知恵ついてくるんですよ。もう乾かす時はねタオルにくるんで踏んだりね、あと布団、ホテルの布団にくるんで上から踏む。そうするとだいぶ水が抜けるんですよね。でくるもうタオルやら布団やらにくるんで、あとはドライヤーかけて、それやってたらもう朝方ですよね、なんでもう寝るのはねバスに乗って会場に移動する時間もうほぼ寝てますよ。寝る時間ないですから。その前に接待行ってますからね。接待が終わってから洗濯があるんですよ。であと後藤さんがですね、あの起きるのが早いんですよ。早いというか出発時間があるでしょ。例えば9時ホテル出発ってなると若手は1時間前集合なんですよロビーに。だから9時出発の時は8時にもロビーに若手はいなきゃいけない。1時間前行動ですから。で後藤さんはそれよりもまだ1時間か2時間早く起きるので、出発の確か3時間ぐらい前に起こしたのかな毎日。で起こして部屋行ってシャワー浴びますよね。でその後に消毒、またイソジンをね、脱脂綿にイソジンをつけてそれをですね傷口に塗るわけですよ。でも塞がった傷とかあるでしょ。塞がった上からも毎回やら、あの消毒やりますから。まあこれはね毎朝ですよ。朝とあと寝る時の風呂の後の消毒で洗濯じゃねえや下着持って行って、これ毎日ですからね。これは大変でしたね。
で僕の後が5作だったんですけど、5作はね1週間ぐらいでクビになりましたねこれはね洗濯物がね、あいつ洗濯物で何回かポカしたんですよ後藤さんのあるどっかな新潟かどっかの体育館会場の時に、多分あのコインランドリーがなかったんでしょうね。で洗濯物がいっぱいあるんで、あいつが多分テンパって洗濯できなかったと思うんですよ多分。であいつが取った行動がウケるんですけど、クリーニング屋に出してるんですよあいつ。でクリーニング屋に後藤さんのコスチュームとか全部出してるんですよ、一式私服から何から。でクリーニング屋があの試合前の控室に後藤さんのコスチュームを届けてきて、で後作がバカだから後藤さんのテーブルの上にそのクリーニングしたコスチュームの上にクリーニング屋の領収書を置いてたんですよ、コスチュームの上に。で後藤さんが見てはぁってなるじゃないですか。まずクリーニング屋に出されたことでもう大激怒しましてねそれでクビになりましたね。でその後黒田が付き人になりましてね。で黒田が付き人の時に長野だったかな、長野その時俺ついてなかったんで後藤さんと一緒じゃなかったんですけど、黒田が後藤さんと飯食いったらしいんですよ、試合終わって。ちょうどね松本サリン事件の後でなんか飯食ってたら店に警察が3人ぐらいバーって入ってきたらしいんですよ。でなんか通報されてたみたいで、警察が後藤さんの顔見て、ああこりゃ似てるわって言ったらしいんですよ。なんか朝原と間違われてね通報されたっていう話がありましたね。まあでも付き人の仕事は本当大変でね、まあ本当に下積み下積みをしたなっていう気になりますね。やっぱそういう下積みを積んできて上に上がっていった方がね、いきなりポンと上がれるのにいいんじゃないかなと俺は思いますけど、今はもうないでしょうね。ということで、お時間が来てしまいました。はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ミスターガンナスケでした。バイバイ。今日もこの